です。蓄積配信しようって話なんですけど、まあ、ブログにしてもレンタルサーバーっていうので無料のレンタルサーバーでさ、だいたい 30GB が上限だったりするし、まあ、無料なんだったらなおさらメガバイト単位なんだりするんだけど、まあ、実地店舗にしてもちっちゃい店舗だと商品を並べる数が少ないし、でも大きかったら大きかったで多かったりするんだけど、やっぱり土地代だとかかかるじゃないですか。まあ、土地代じゃなかったとしても そこのね月単位の家賃がかかる。でも YouTube って無料じゃないですか。まあ、当然じゃないって言われたらそれまでなんだけどね。だから無料のものを利用する、無料でかつ情報のアップできる制限がないじゃないですか。そういうのを改めて確認するという意味でもいい本だと思いますよ。それでは。